さあ、さっきメイク完成したので、その後に髪の毛をちょっと整えました。まずはストレートヘアで。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、この枠はですね、私ビス今まで販売なんて言えばいいの、そう、なんて言えばいいんだろう、今までのビスを振り返っていこうっていう枠です。はい、前髪あり、今日は前髪あり、はい、というわけで今日この枠は2019年の7月号を見ていきたいと思います。あとタコありがとう、カウントも星投げもありがとうございます。見えてますよまだ寝てる、起きてるよ、起きてる。何言ってんの、今日何時で起きたと思ってんのはい、というわけでこの号の表紙は中村梨沙さんです。モデルの中村梨沙さん、モフちゃんが中村梨沙さんめちゃくちゃ好きなんですよね。すごいお人形さんみたいな方です。お耳もパッチリしてて、そう、唇の形がめちゃくちゃ好き、めっちゃ綺麗なの。そう、この最初 あのカバーガールの 特集じゃないけどページがすごく好きです。ブリヒアさん、ありがとう、ありがとう、嬉しいですね。この号めちゃくちゃ中村梨沙さん号です。かわいい。サピーさん発見、あ、マキのマニアちゃんもいます。モムスのモムスさんのモニング娘さんの言い換える、めちゃくちゃ、はいハートにタコありがとう あ、そうだ、このシャツ、このシャツ中村梨沙さんプロデュースの服ですね。そう、E-WorldGirl ボンボンっていうあのブランドをやってらっしゃってて、そう、これ結構ずっと前だけど、2、3年くらい前のものなんですけど、そう、ずっと可愛くて着てます。ハートになってるの、透けてるんですけど、ちょっとスケスケのシャツでハート柄についてハートいっぱいありがとう。いや、見えてこないだろひなたが中村梨沙さんに見えてきた、見えてこないだろはい、別に意識したわけじゃないけど、惹かれ合って今日は中村梨沙さん枠ですね、ここは何それはい、メッセージいいな、スイートサマールール、とっておきの夏を過ごす8つのロードワープ、かわいい、このページめちゃくちゃかわいいな。やっぱさ、赤いサンダルが必要なんだと思うんですよ、この夏いきなりです。この服はもう手に入らないかもしれないですね。探せばあるかも、なんかメルカリとか。そう、多分もう正規で販売はしてないと思います、だいぶ昔のものなので。そう、赤いサンダル欲しいなっていう一人。そう、なんか探してるんだけどなかなかいいのがなくて、っていうのもなんか迷ってたら大体すぐ売り切れちゃうからそう、お時間と届けて、ありがとうございます。お時間としてくれてありがとう、ラウトリップ好きだな、めっちゃやったもんな。サマーメイクかわいいな。なんかさ、サマーメイクってさ、チュルンって感じで好きです。
なんか全てがカラーが顔に入るだけで全然印象変わるし、なんかツルツルっていう感じのメイクが多いからすごい好き。でも冬は冬でなんかマット感があるメイクになったりとかするのもいいなと思うけどなんかみずみずしいメイクが多い。はい、なので見ててなんかじわって気持ちになります。はい、あ、水着ページにサイピーさんいますよ。この子かわいい。これ白かな、グリーンかな、かわいいな、この水着。まあ私水着プライベートで全然着ないんですけどね。そう、買わないんだけど、でもなんか水着を買うってそのすごいすごいなと思って、そうプールとか普通に行かないし、海とかも、海、海水浴もね、小2からしてないの。だからいいなって思います。はい、グラビアだとね着ることが多いですけど、そう、でもなんかすごい可愛い水着シムウェアいっぱい販売されてるから、なんか欲しいなって思っちゃう。可愛い、サイピーさん、わ、このサイピーさん可愛い。このカットのサイピーさん見せたいけどな、見せれないかな、ちょっとだけ。あ、これですめちゃくちゃ可愛いはい、あ、野田ゆうきちゃんのページも可愛いですね。このなんか透けてる花柄のシャツ可愛いの。なんかシースルー、スケスケな感じのお洋服ってめちゃくちゃ可愛い。はい、一瞬見逃した、残念残念でした。浴衣とかもね可愛いよね。なんか夏号だとその水着とか浴衣とかイベントに向けての特集がすごい多くてすごい可愛いです浴衣もね可愛い。なんかさ、毎年さ、握手会で浴衣着れる日あったじゃないですか。あれ結構楽しみだったんですよ。そう、でも今年はさ、コロナもあるからさ、会えるかね、ちょっと不安だもんね。はい、浴衣着たいですね。いつか浴衣と水着の写真集出すんでしょハッシュタグとはえ、優しい、なんだかんだ言ってひなたが一番可愛いって、嬉しい、ありがとう本当にタコたくさんありがとうございます。だるまもありがとう なんかいろん浴衣っていろんな柄ある。でもなんか私は結構しっかり柄が入ってるものが好きかな。なんか無地に近いよりかはその柄がお花とかがいっぱい入ったものが好きですね。はい、50カウント完了、ありがとうございます。あ、私の予約司会は10日にツイッターで、はい、できると思います。皆さん握手会来てくださいね撮ったよ、そう、撮影しました。村上大社も中止になって寂しいって、そうなの、めちゃくちゃショック。そう、やっぱり村上大祭は年に1回のめちゃめちゃ楽しみな日だから、そう、あ、神対応期待してます。動画ねエア握手会の動画ね、はい並びますって、ありがとう。写真集出して、写真集出せるように頑張りたいです、頑張るエア握手会ホスだよ、絶対にホスだよ前振りかな、振りですかカヤフラアテレコ必要ですか、チリさんのやつでしょ、ツイッターで見ました、マキコさんのエア握手会の動画にチリさんがアテレコしてて、
でチリさん用にも、そうチリさんの絵描く司会の動画もアテレコ用にどうぞって言われててめちゃくちゃ面白かったね。はい気になった方はぜひあのマキコさんのツイッターかチリさんのツイッター見てみてくださいえ、あ、動画と実際は違う場合がございますご了承くださいそれありますよねそういうこともありますよね。でもなんか私はいつもの感じだと思います。ひなたのはアテレコは必要ないと思います。どうだ、実際とギャップありそうで、そんなこと、寝起きバージョンですよね。なんでまたみんなそういうことばっかり言うのよ、もうあるある。エアークしかい何回撮った、実は20回、20テイクくらい撮りました。もう本当に全然うまくいかなくて、そうなの汗めちゃめちゃ撮り直すやんってめっちゃ撮ってるあ、タコありがとう、ダルママありがとう一部バージョンか七部バージョンか気になります。うわー、部のテンション的には4部バージョンですね。4部、2部か4部くらいかな。1、2、4、5、6、7、4、5、6の感じでいくと、はい。NG 集はなんか言葉がウェってなって、あと噛んだりとかめちゃくちゃ滑舌悪くて噛んだりとかして、そう全部うまくいかなくて、そう20回くらい撮り直してました。久しぶりの握手会だな、しみじみ。NG テイクも見たい？なんか NG テイクでいい感じのがあれば。でも面白いことは多分言ってないので、そんな変わんないかも。ご飯食べて眠いくらいかなそういうテンションでお会いできたらいいなと思います、握手会は。ヤマモチのメロン食べてるな、いいね、アイスクリームの日だもんね、良いと思います。ビスから脱線しまくり、わかる、戻してくれてありがとう。でもあと1分しかない、悲しい。ここかわいいな、このイットガールズサマーファッション、このオレンジの感じとか、このページの特集が好きといったところです。時を戻そう録音会とか好きだった、本当面白いよね、特典ね。はい、というわけでこの枠はですね、ちょっといろいろ分かれちゃ脱線しちゃったんですけど、2019年7月号のビスを見てみました。はいというわけでこの枠もたくさんたくさん応援ありがとうございます。次はですね12時40分からの枠になります。ここですね、カラオケしたいと思います。2週間止まったってありがとう、本当に皆さん本当にありがとうございます。というわけでまた次の枠でお会いしましょう。この枠もたくさんありがとうね。それでは。